ロンデル・ケルビン・ソリロは、トリニダード・トバゴラ・ブレア出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの自己ベストは、トリニダード・トバゴ歴代5位イの9秒99。200メートルの自己ベストは、トリニダード・トバゴ歴代3位の20秒16。2011年テグ世界選手権、男子200メートルのファイナリストである。主に200メートルが、メインのスプリンター。 2011年テグ世界選手権、男子200メートルで7位、トリニダード・トゥバゴ選手権、男子200メートルで5度の優勝などの実績を誇る。オリンピックと世界選手権ではメダル獲得こそないものの、オリンピックは2008年北京大会から3大会連続、世界選手権は2009年ベルリン大会から4、大会連続で出場権を獲得している。 2008年6月のトリニダード・トバゴ選手権、男子200メートルで、初優勝を果たし、北京オリンピックトリニダード・トバゴ代表の座を掴んだ。オリンピックデビューとなった8月の北京オリンピック男子200メートルでは二次予選まで、進出した。2010年6月の NCWA 選手権、男子200メートルを20秒36で制し、この種目を制したケンタッキー大学発の選手となった。 男子100メートルは10秒09をマークして2位に入っている。2011年9月のテグ世界選手権男子200メートルに出場すると準決勝を全体8位の20秒56で通過。世界大会で初めて決勝に進出し20秒34で7位入賞を果たした。世界選手権200メートルにおけるトリニダード・トバ・ゴゼーのファイナリストは 1997年、アテネ大会のアトボル、ドン以来、男女通じて、史上二人目の快挙だった。2015年8月の北京世界選手権に、出場予定だったが、直前に負傷したため欠場となった。2016年3月のポートランド、世界室内選手権で、世界室内選手権デビューを果たすと、男子60メートルは、セミファイナリストになった。 男子4400メートルリレーにも出場すると予選で1層を務め3分07秒83をマークしての決勝進出に貢献した。決勝の出番はなかったがトリニダード,ド・トバゴは銅メダルを獲得したので予選を走ったソリロもメダルを手にした。2016年6月25日のトリニダード,ド・トバゴ選手権 男子100メートル決勝で自己ベストを4年ぶりに0秒04更新する9秒99をマーク。30歳にして公認記録で初めて10秒の壁を突破した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。